皆さんこんにちは。犬と私と北欧暮らしの夏子です。東京から帰ってきて、スーツケースの中にたくさんお土産プレゼントをいただいたので、それを開けていこうと思います。東京のイベントの動画は今回出さないんですが、その代わり皆さんからいただいたものいろいろあるので、それをね、皆さんに一つずつお見せしたいなと思っています。では早速上の方からいきたいと思います。1つ目、じゃじゃん。すごい、柿の種の宇都宮限定の餃子味、こちらいただきました。もちろんね、柿の種大好きで、私もヨハンも大好きなので、スウェーデンに持って帰って食べたいと思います。本当は皆さんに紙袋に入れていただいたんですけど、自分が持って帰る時にスーツケースに入れるというので、中身を出してしまったのがあるので、どれをどなたからもらったかっていうのがちょっと覚えていないんですが、もう上の方からじゃんじゃん開けていきたいと思います。おお、すごい、じゃーん。アザブかりんとうとマロングラッセかりんとう、ガーリックソルトかりんとう、わー、ありがとうございます。じゃじゃーん。秋田からお越しの方がいて、秋田の犬ってるっていうお菓子いただきました。かわいい犬の肉球、中どうなってんだろう。でもかわいい、やばい、はい、肉球のお菓子いただきました。ありがとうございます。実は今回、イベントをね、3回やったんですけれども、3回とも来てくださった方がいて、その一人が秋田からお越しの方でした。本当にありがとうございます。次、じゃじゃーん。お、手作りだ。あー、すごい。こっちにね、お手紙が書いてあります。日本らしくて縁起のいいものをと考えた結果が、ミニだるまとなりました。あー、かわいい、だるまです。めちゃくちゃかわいい、かわいい、なんかめちゃくちゃ縁起の良さそうなだるまをいただきました。わー、ありがとうございます。次は、すごい、本能気持ち、荷物になってしまうかなと思いつつ、少しですが東京と私の地元北海道のお土産を。北海道か、なんだろう、北海道といえば鮭とばとか。なにこれ、野良黒せんべいってやつなんだって。かわいい、おせんべいいただきました。わ、しかも来年の3月31日まで賞味期限大丈夫なので、これもスウェーデンに持って帰って食べたいと思います。かわいい。そしてのどぐろコーヒーもいただきました。これでじゃあジャパニーズフィーカーしたいと思います。結構いっぱいあるからどんどん出しますね。お、あ、かやのやの出汁をもらいました。人生で初めてだ。これ持ってる方いますか。使うのもったいないけど、これで美味しいね、お吸い物作りたいと思います。そしてこれ、お湯を注ぐだけで食べれるお味噌汁いただきました。ありがとうございます。あ、すごい、使い方まで載ってる。なんか本当に日本のご飯って美味しいから、今回ね、改めてインスピレーションをもらって、これ作りたいな、あれ作りたいなっていうのをね、思えたので良かったかもしれない。もうずっとスウェーデンに住んでいると、もういつも同じもの食べるっていう感じになっちゃってたので、今回ね、こうやって初めてトライするものとかたくさんいただいて嬉しいです。じゃあ次、かわいい、リップクリーム、うさぎ、ベリーの香りだって。初めて見た、パッケージが可愛いんですけど、可愛い、色が見えるかな。モフットリップクリーム、うさぎ、ありがとうございます。あ、そしてモコモコ靴下だ、ありがとうございます。履くのもったいないんですけど、はい、持って帰って使わせていただきたいと思います。これすごい、なんだろう、なんで書いてある、おさじ、わかった、じゃーん。お子さんが今回何名か来てくださって、その中で好きな色でマニキュアをね、選んでくれた方がいたので、きっとそれだ、かわいい。ピンクとグリーンもいただきました。その場で一緒に塗ろうって言ってくれてね、その時忙しくて塗れなかったんですけど、キラキララメも入ってて、ありがとうございます。コスメとかね、日本でずっと買いたいなと思ってたから嬉しいです。あ、六花亭のクッキーかな。そうそう、六花亭が好きっていう方がいて、あ、
ちょっと崩れてるんですが、ハロウィンクッキー、なんか皆さんが好きっていうものを食べれるから超ラッキーって感じで、ありがとうございます。これもね、ヨハンと一緒に帰って食べたいと思います。めちゃくちゃフィーカが楽しみ。これなんだろう、なんだ、すごい、何これ、ミルクケーキ初めて見た。あ、山形県のケーキなんだ。パッケージの色が可愛い。初めて見たのでめちゃくちゃ楽しみです。これケーキって言うんだ。あ、じゃあ次これなんだろう。おー、すごい、こんな感じでいろいろ詰め合わせでした。なんかすごい、これ美味しそう、ありがとうございます。そしてじゃじゃーん、トラヤの羊羹もいただいたんだ。わー、嬉しい。いろいろ入ってる。わ、しかも箱が可愛い。ヨハンがあんこ大好きなので絶対にこれヨハンに持って帰りたいと思います。ありがとうございます。じゃあ次ね、可愛い、やばい。そしてこれももらったんだ、可愛い、ぬいぐるみです。これをブライアンとか加えてたらめっちゃ可愛いでしょ。本当にありがとうございます。あー、可愛い。そうそう、犬飼ってらっしゃる方も多くて、犬トークもイベントの中ではしたんですけど、ブライアンとジェマがなんであんなにお利口さんなんですかって質問いただきましたね。ごぼう菓子、めっちゃいい匂いする。あ、きんぴらごぼう菓子って書いてあるから本当にきんぴらの味がしそうなやつだ。そしてお茶もいただいたんだ。これとこれ一緒に食べたいと思います。すごい、なんかすごい、やば、大根と人参のタフトイって、あ、これにおやつを入れてブライアンたちが引っ張って食べるみたいな、頭で考えてね、あ、こうやって広げてここに小さいおやつを入れてブライアンたちが頑張ってこうやって食べるんだ。やばい、大根かわいい、ありがとうございます。そしてこれやばい、何、プニケツ付箋。日本の文房具って本当にいろいろあるから、スウェーデン帰る前によく100均とか行くんですけど、これは初めて見た、やば、プニケツ、お、コーギーのプニケツが楽しめる付箋です。ありがとうございます。お手紙と、うわ嬉しい、とこの冬越えクリーム、こういうクリームはね、いくらあっても足りないので今年の冬使わせてもらいたいと思います。焼き昆布チップス、あ、絶対美味しいやつ。そして次、お、ドライ納豆おこし、納豆がキャンディーになってる。香ばしくてサクッと軽い食感の一口サイズのドライ納豆おこしです。これはちょっと試したいですね、一日でも早く。わー、でもどうしようかな、スウェーデンに持って帰るか、ちょっとここで実際食べてみるか。そしてまたこのお吸い物いただきました。わー、お味噌汁のね、このフリーズドライ本当に助かります、ありがとうございます。そして千匹屋の袋に何か入ってる、すごい、絶対美味しいやつじゃん。焼きおにぎりや焼きなすによく合いますって、最高。すごい、これ初めて見た、ラー油ごまアーモンドふりかけだって、ありがとうございます。わ、そしてなんかすごい、なんだ、わ、すごい、千匹屋のフルーツポンチ、フルーツカクテルシロップ漬けいただきました、ありがとうございます。初めてもらった千匹屋。次、あ、クッキーかな、バターバトラー、バターフィナンシェっていうやついただきました。このパッケージが可愛い、ありがとうございます。奈良から来ていただいた方がいて、奈良のすごい柿ジャムっていうのをいただきました。私フルーツの中で一番柿が好きっていうのをね伝えたらね、あー、そうだったんだみたいな、奈良って柿が美味しいらしくて、これすごく楽しみです、ありがとうございます。なんだろうこれ、
かんずりは新潟県の、唐辛子を雪にさらした後麹、柚子、食塩を加え3年間熟成発酵させた、香辛料なんだ。初めて見た。ちょっとじゃあピリ辛なんだ。タレに溶いて鍋物、焼肉、焼き鳥、醤油に溶いて漬物、湯葉、冷ややっこ、刺身、そして薬味としてお吸い物、おうどん、そば、おでん、寿司、ラーメン、納豆に入れれるっていう、この私が食べたことがない缶ずりというものをいただきました。これ知ってる方いるのかな。なんか美味しい食べ方あったらぜひ教えてください。これなんだ、柿の種のイカ醤油マヨっていうのもいただいてました。ありがとうございます。わー、これ今すぐに食べちゃいそう。そしてじゃーん、すごい、また特産品みたいなのをいただいた。お手紙もありがとうございます。あんこうどん、すごい、あんこうどん、茨城のあんこを使用しています。あんこも食べたことあるかな。うどんの乾麺がここに入ってて、あんこうどんのスープがここに入ってて、一食分いただきました。すごくない、これセメント屋さんの干し芋、これも茨城県産です。ありがとうございます。じゃじゃーん、これはあ、お手紙も入ってて、なんか開けるのもったいないからスウェーデンで開けようかな。これすごく軽くて、何なんだろう、京都って書いてある、すごく素敵な箱に入ってる。あー、これ食べたことある、美味しいお茶漬けだ。うちのお姉ちゃんにもらって、この前スウェーデンに持ってきてくれ、食べました。紅鮭、ちゃんと鮭がね違う袋に入ってて、これも多分フグって書いてあるからフグ入ってるのかな。これすごい食べて美味しくって、いやお茶漬けだったんだ、ありがとうございます。これそうそう、やばい、かわいい。実は私とヨハンこれ集めてて、私たちはよくあの郵便局に行ってこの立体的な手紙っていうのをね前集めてましたね。これもそのまま棚に置いて楽しませていただきたいと思います。次はヘアゴムもらった、嬉しい。すごい、よくよく見たら和風だ、なんか宇宙っぽいなって最初思ったけど、和風の桜とマリみたいな感じのお花とかが書いてある。和風ゴムだ。なんか私だけで使うのもったいないから、ちょっとエリンとかにあげようかな。めちゃくちゃ可愛い、ありがとうございます。超日本っぽくて大好きです、嬉しい。すごい可愛い色の袋に入ってる、こちらを。可愛い、あ、コーヒーだ。しかも2つ入れてくださってて、ヨハンと私と一緒に飲めるように2つもありがとうございます。やば、可愛すぎるんですけど、やばい、このまま壁に飾りたいぐらい可愛い。サンリオキャラクターありがとうございます。わ、まだまだある。次は、あ、嬉しい、大好き、多いお茶の100杯分が飲める、あ、水でもお湯でも溶けるやついただきました。何これ、いろいろ楽しめる美味しい瞬間、いつものお味噌汁、カニ汁、豚汁、やばー、あ、初食入り、嬉しいフリーズドライのお味噌汁いただきました、ありがとうございます。そしてまだ入ってる、これ七味だ、七味欲しいと思ってて買おうと思ってたから嬉しい。そしてプッチョね、あ、そして龍角散とプッチョもいただいた嬉しい。やば、しば漬け味だって、お漬物の味、しば漬け、プッチョ、聞いたことないけど食べれるかな。気を使っていただいて、のど飴もいただきました、すごい初めて見たこれ。あ、しかも見て、一種類じゃない、やば、ちいかわ、主人公はどれだろう、一番上にいたやつかな、これが主人公かな、かわいい、使えない、なんかちいかわって喋るキャラクターと喋らないキャラクターが確かいるんですよねこれやばい、前髪あってかわいい。本当にありがとうございます、ちいかわ3匹もいただいちゃった、す
すごいいっぱい入ってる。こんなたくさん入ってる。まずお手紙だ。うわー嬉しい、ありがとうございます。お、そしてすごい、出したけど初めて見た。これ広島のひろし、え、三島の香り、え、何これ、三島の梅子、三島のあかり、ピリ辛たらこ、あ、ゆかりが出してるところのあれなのかな。わあ大好き、ご飯のお供いただきました。うわー、なんかもうお腹空いてきちゃったな、どうしよう。あ、三島っていう、あの、あれだ、あのブランド、食品会社さんが三島っていうところですね。ゆかりっていうこれを出しているところが三島っていうところで、5種類もいただいちゃった。このゆかり以外食べたことないから持って帰って食べます。ゆかりも大好きだから嬉しい、ありがとうございます。あ、お料理の幅が広がるわ、こんなたくさんもらって。ね、すごい。あ、そう、リップいただいたって、その方が使ってて、ケイトのね、で私 の、 あの好きそうな色っていうのを選んでくれて、このゴーストムーンっていうあの色をいただきました。ありがとうございます。なんか友達に今までリップとか口紅をいくつかもらったけど、なんか本当につけるたびにその人のこと思い出せるから嬉しいです。つけちゃおう。あ、かわいい。このね、光がさ、あのいつもの光と違ってめっちゃ白い蛍光灯だなので、ちょっと見にくいかもしれないんですが、かわいい。この私が大好きな、なんていうの、コーラルピンクっぽい、オレンジっぽい色をいただきました。嬉しい、ありがとう。プレゼントもらった方めちゃくちゃ可愛くって、もうなんかもう髪色とかメイクとか全て大好きだったんですけど、その方にメイクブラシまでもらいました。いや、実はメイクブラシもなんか、なんだろう、ケイトとか資生堂とかなんか揃えたいなって思ってたんですよ。実はなんか今までずっと100均のやつ使ってて、それでも全然いいんですけど、なんかメイクブラシ変えるだけでなんか楽しいかなと思って、なんかせっかくの日本だからメイクブラシとかメイク化粧品いろいろ変えたいなと思ってたところに、やばー、これに入ってる。うわー、すごい、メイクブラシいただきました。しかも可愛い、白黒でマジで可愛くてふわふわです。あの髪型も実は変えようかなと思ってて、バッサリ切りたいなと思ってて、なんかインカラーとか何かしら違う風にできたらいいなと思ってるので、ちょっとメイクもね頑張って、あの可愛くなれるようにやってみようかなと思います。うわ、マジでふわふわ。うわ、これもね、こうやって際のところにして、これはこの上のところにして、わ、白色のこのメイクブラシ大切に使わせていただきます。ありがとうございます。そして鰹節の粉までいただいちゃった。削り節粉末って言うんだ。ありがとうございます。わ、嬉しい。鰹節と、そしてメイクブラシと、そしてリップいただいちゃいました。嬉しい。まあ本当になんかイベントにね来ていただいただけで嬉しいのに、皆さん本当にありがとうございます。なんか食べ物ではないかもしれない、手ぬぐいだ。さっき の、 あのいただいたやつか、さっき の、 あのこれかな、牡蠣と一緒にいただいた手ぬぐいだ。奈良だから奈良の鹿が書いてあるのかな。日本の四季シリーズ、シワス、鹿、シワス12月が鹿なんだ。あ、布巾って書いてある。手ぬぐいじゃなくって布巾だ。あ、すごい、結構こんな感じで、あ、すごい分厚めで、この上に洗ったばかりのコップとか置いたら良さそうなぐらいいい感じ の、 あの厚さですね。鹿いただきました。かわいい、ちょっと奈良行きたくなっちゃった。そう、かわいい、もう箱がかわいすぎる。ディズニーのクッキーいただきました。ハロウィン限定かな。ちょっと箱が可愛いから絶対ボコボコにならないように、もうこのまま大切に持って帰って、何入れにしよう、大切なもの入れにしたいと思います。次、かき餅いただいた。あ、
ここに書いてある、私の故郷新潟のものです、柿餅が11月半ばなので早めにお食べくださいって。柿餅ってなんだ、トースターやフライパンなどで焼いてお召し上がりください。もう聞いたことも食べたこともない柿餅っていうのをいただきましたね。私柿が好きだし餅も好きだから、きっとほのかに柿の味がするなんか焼き餅みたいな感じ。佐渡島のこの柿餅ありがとうございます。そしてじゃじゃーん、開けちゃおう。あ、草加せんべいだって。草加せんべいいただきました。嬉しい。次じゃじゃん、日立市若葉町にあるただいまコーヒーっていうところから。わ、マジで、あ、すごい、マンデリントバコ、あ、初めて見た。あ、エキゾチックな、パイナップルやハーブを思わせるエキゾチックな風味が特徴だって。これはただいまブレンドコーヒー豆焙煎日っていうのが書いてあるから、それより1ヶ月ぐらいで食べて飲んでくださいって書いてありますね。やっぱ香りが命だから、何、豆をひいた瞬間に食べてほしい、飲んでほしいみたいなことかな。あ、これもちゃんと焙煎日が書いてあって、焙煎してから3ヶ月以内って書いてあるから、スウェーデン持って帰って飲みたいと思います。いやー嬉しいな。わー、そしてじゃじゃーん、スターバックスカードか、いただきました。実は地元の唐津にもスターバックスが最近できて、いやー嬉しい、初めてもらったスタバのカードありがとうございます。残り3個かな、じゃじゃん、あ、すごい、いろいろ入ってる。え、かわいい、これなんだ、あのお茶が入ってるのかなこれ。あ、すごい、チャイだって、私大好きなチャイ。あ、そしてなんかわかんないけど酒粕が入ってるんだって、酒麹、酒粕、どんな味なんだろう、全然紙の匂いしかしないけど。そして鯛めし、柚子香る国産マダイの鯛めし、パッケージかわいい。何これ、クッキーだ、お、やば、マジでかわいい。これはオレンジですね、私が好きなオレンジだ。これしっかりあのテープで貼られてるので開けないんですけど、この缶からして絶対美味しい。すごい、ありがとうございます、嬉しい。あ、そしてマリメッコの袋にいただいてる、かわいい、絵描いていただいた、ありがとうございます。これもちょっと読ませていただきますね。お、ヘアオイルだって、スキンオイル、スタイリングケア、マルチスタイリングオイル、アンバーリリーだって、かわいい、ありがとうございます。お、すごい、スキンオイルね、もう早速使っちゃう、わあ、やばい、いい匂いする。ありがとうございます。メイドインジャパンのこのヘアオイルもいただきました、嬉しい。これが最後です。すごいいっぱい入ってる。まずは千葉限定ベビースターラーメン、勝浦担々麺風味、合ってるかな、担々麺だって、ありがとうございます。うわー、ベビースター大好き、楽しみ食べるの。すごい、とろろスープだって、わ、絶対美味しいやつじゃん、嬉しい、ありがとうございます。これも千葉だ、千葉の市原市からあの買ってきてくれたのかな。あー、ガゴメ昆布入りのこのスープいただきました、ありがとうございます。いや本当見たことないスープとか、あのご当地のものがたくさんあって嬉しい。すごい、そしてワンニャン限定商品もいただきました、わー嬉しいこっちがジェマでこっちがブライアンって書いてある。すごい、ペットフードにトッピング、自然界に増えすぎた鹿を駆除し利用した、商品です。鹿肉なんだ、あのもしかしたらヨーロッパにこれ持っていけるかちょっと確認して持っていきたいと思います。なんか持っていけなくても私食べちゃうかもとか言って、よくなんかペットの何クッキーとかキャンディーとか買うんですけど、私食べちゃうからだって犬も食べれるってことは絶対人間も食べれるはずじゃん。はい、ということで今回たくさんのお土産をいただきました、本当にありがとうございます。なんか私もたくさんお土産持って行ってたけど、もうそれ以上にたくさんのお土産もらったから、
いやなんか来ていただいたのにさらにお土産もまでもらって本当に嬉しいですしとても光栄です。ブライアンとジェマを好きで見てくださってる方もいたし、なんかお仕事を疲れてたまたま見つけた動画で私のファンになってくださった方とか、なんかいろんな私たちの出会いとかを聞いたりして、いやめちゃくちゃ嬉しかったし、なんか心が癒されました。直接会えなかった方も今回たくさんいたと思うんですが、また別の機会にスウェーデンのツアーもいつかやりたいし、佐賀のツアーもやりたいし、また日本に帰ってくることがあればイベントやりたいなと思っています。ヨハンも2メートル3センチあるので、実際にね会ったらわーってなるかもしれないんですけど、それもねいろいろ含めてまた次回のイベントできたらいいなというふうに思っています。なかなかスウェーデンに来られる方少ないかもしれないんですが、スウェーデンに遊びに来るよっていう方がいたら、ぜひご連絡いただけるとお手伝いできることとかあればぜひやりたいですし、なんだろう、もし会うことができたらねいいななんて思っています。今回たくさんの方と出会って本当に皆さんのねお話を聞くことができて楽しかったので、これからもイベントとか交流っていうのも続けていきたいなと思っているので、引き続きよろしくお願いします。本当に長くなってしまったんですが、最後までご覧いただきありがとうございました。夜も暗くなってきたので、ちょっとこれから家族でご飯を食べて、そしてちょっと今日はゆっくりしたいと思います。この動画を見てくださっている頃には私はスウェーデンにいるとは思うんですが、本当に日本に来てなんかもう改めてなんかカルチャーショックみたいなこともあったし、まあこれいいな、あれいいな、美味しいなと思うことがたくさんあったので、それもシェアできるように皆さんのコメントとかリクエストとかでいろいろ動画も作りたいなと思っていますので、よかったら応援コメントよろしくお願いします。ということで、また来週もお会いしましょう。ヘイドー。